これから陶芸の鋳込みという手法の一部始終を石膏型の作成からご紹介します。まずは土を均等の柔らかさにするためよく練ります。これを粗練りと言います。次に空気を抜くために菊練りという作業をします。この土は陶土であれば何でも構いませんので、私は石膏が入ってしまって焼けなくなった粘土を用いています。練った粘土をたたらと呼ばれる土の板にしていきます。石膏で作った原型を置いてみて大体の大きさを決めます。鋳込みでは石膏が十分に水を吸い込む必要があるため、周囲に約3センチの余裕が必要です。できたたたらを板に置き、表面をきれいにします。石膏型の出来に関わるので丁寧に行いますが、後ほど調整で凹凸ができるため原型の周りはあまり気にしなくて大丈夫です。次に鋳込み口と呼ばれる部位を作っていきます。鋳込み口とは、出来上がった石膏型に泥焼と呼ばれるドロドロの粘土を流し込むための部分です。まずは太めの紐状から分厚い板状にした粘土を作ります。これを定規などを用いてまっすぐにカットし、原型の口元に巻きつけていきます。ここでも3センチほどの余裕が必要になるため、そのくらいの高さにしてください。隙間ができないよう長さを調整してください。鋳込む口ができたら逆さにし、土台として先ほど作ったたたらの上に置きます。ここは基準となるため、後から動いてしまわないように、はじめに指で十分になじませていきます。必要があれば水を指先に少しつけてしっかりと固定します。その後、隙間から石膏が入ってしまわないように土で紐を作って間を埋めながらしっかりと隙間を潰します。ここでなるべく滑らかにしておくと、できた石膏型がきれいに仕上がります。次に1型と2型を分ける壁を作っていきます。石膏型の取り方によりますが、この作品の場合2型で制作しています。はじめに分厚い板状の粘土を原型の左右に配置し、紐状の粘土で少しずつ高さを増していきます。後ほど裏から補強しますので、ある程度薄くても構いません。そのため紐状の粘土に限らず、薄めの板を作って重ねていっても問題ありませんので、高さを増すことを優先していきます。後で表面を整えますので、ここでは大まかで結構です。ある程度の高さができたら、周囲3センチを残して針と呼ばれる道具で切っておき、粘土の節約をします。その後また少し高さを作り、原型の3センチ以上上まで積み上げます。ここは石膏を流し込んだ時に水面となりますので、3センチぴったりだと石膏が流れ出てしまいます。必ず余裕を持って高さを作っておいてください。できる石膏型は円柱のイメージですので、土台も丸く切ってしまっています。壁ができたら補強をしていきます。これは後から石膏を流し込んだ時に、このままだと壁が倒れてしまうためです。この部分は型の出来上がりに影響しませんので、重みを支えられれば十分です。太めに作った紐で倒れない程度に裏を補強していきます。揺らしてみて強度を確認しながら、さらに支えを増します。ある程度十分な強度が得られれば、壁の表面を整えていきます。こちらは石膏型の表面になるため、なるべくきれいに仕上げる必要があります。特に原型との境目には石膏が入り込んでしまうと使えない型になってしまいますので、抜け勾配になるように意識しながら面を整えていきます。抜け勾配になっていないと、できた作品が型から外れなくなります。つまりきちんと型から外れるよう引っかかりがない状態にしてください。また尖っている部分ができてしまうと、その部分から欠けてしまったり脆い型になってしまうため、なるべく両線に平行な面を作っていくよう心がけます。尖っている部分というのは、
この時壁がへこんでいる部分です。周りと比べて極端なへこみがある場合は周りを削り、なるべく凹凸がないように仕上げることがポイントです。ここで鋳込み口となる土台部分をきれいに整えておきます。中心線を決め、きれいな左右対称型の鋳込み口を目指します。私はここで鋳込み口が小さくなってしまった気がするので、新たに粘土を練り直して追加しています。その後、再び邪魔になる部分の左右の粘土にヘラで当たりをつけ、弓と呼ばれる道具で切り落としておきます。次に仮石鹸という薬剤を塗っていきます。これは石膏同士がくっつかないようにするための処置です。石膏は水を吸うため、そのまま液体状の石膏を流し込むと原型とくっついてしまって型にならないばかりか、原型が二度と使えなくなってしまうので慎重に行う必要があります。泡立てた仮石鹸をたっぷり塗り込み、15分ほど置いて乾いたら固く絞ったスポンジで拭き取ります。これを4回繰り返しますので、この作業だけで計1時間半ほど見てください。細かい部分は小さめの筆で丁寧に仕上げます。仮石鹸を塗り終わったら、石膏を流し込む準備はほぼ完成です。粘土の壁と反対側の囲いはプラスチック板で作ります。このプラスチック板は100円ショップで売られているものですが、丈夫で柔軟に曲がり、自由に切ることができ、かつ石膏がくっつくこともなく、後片付けが簡単です。粘土で壁を作るよりも格段に手軽ですので、丸い型を作るときには特におすすめします。丸くなるように当たりをつけてから、きれいな円状になることを確認し、土台の土にしっかりと埋め込むようにして石膏が漏れないように工夫します。下部分が固定できたら、外周をさらに針金で固定します。その後、壁部分の粘土と隙間ができないように適当なヘラや板でかしめます。石膏を作ります。この型でだいたい 1kg の石膏を使っていますが、体積を計算して容量を予測することをおすすめします。使う石膏に合わせた分量の水に少しずつ石膏をふるい入れます。石膏が化学反応し始める前に手早く行う必要があります。私が使っているものは石膏に対して 65% の水が必要ですが、メーカーによって違いますので、詳しくは取扱説明書などで使用を確認してください。空気が含まれないようにそっと5分ほどかき混ぜてください。この時、真ん中に溶けきっていない石膏がたまりがちですので、外周をぐるぐると回すよりも真ん中を通るように縦に切るように混ぜる方がきれいな石膏ができます。用意した型に石膏を流し込みます。この時も泡立たないようそっと流し入れてください。泡が立ってしまうと表面がブツブツとした型になり、きれいな作品ができません。また脆くなってしまってすぐにぬるくなってしまいます。30分ほど置いて石膏が熱を発し始めたら外せる合図です。針金、プラスチック板、粘土を外して最後に原型を外せば1型が出来上がりです。ここまでの作業は約6、7時間程度です。2型の作成はこの1型を用いてプラスチック板だけでできますので、ここでは作業動画を割愛します。型を1週間ほど乾燥させたら、いよいよ鋳込み作業です。まずは泥床を準備します。バケツの中の泥床をよくかき混ぜたら、100番のメッシュという細かいザルのような道具で余分な塊を取り除きます。この時に泥床の柔らかさを調整するのですが、私のような経験が浅い初心者には見た目での判断が難しく、流度計というものを用います。 3.2 ミリの穴から流れ落ちる泥床が100ミリリットル溜まるまでに24秒から40秒かかる程度がいいとされています。
冷床の準備ができたら、次に石膏型をセットします。中にゴミや固まった冷床などが入っていないことを確認し、つなぎ目をぴったり合わせてゴムバンドで固定します。調整した冷床を煮込み口いっぱいまで流し込みます。この後、作品が成形されるまで待ちます。待ち時間は石膏の乾燥具合などによって5分から10分ほど様子を見て調整します。石膏型の中で何が起こっているかというと、石膏は水分を吸収しますので、流し込んだ冷床の外側からだんだんと水分が抜けていきます。すると冷床に沿った膜が残り、時間が経つにつれて分厚くなっていきます。ちょうどいい厚みで取り出すために、乾燥具合によって待ち時間を調整する必要があるのです。冷床を流し出します。型を逆さにひっくり返し、底を軽く叩いて余分な冷床を落とします。この時、冷床が硬すぎると中にダマが残ったり、柔らかすぎると薄くなってしまいます。傾けて口元に残った余分な冷床も流し出します。15分ほど型を伏せておくと残った膜が安定しますので、あとはドライヤーで少しずつ乾かしていきます。同じ方向に風を当て続けると乾き方が均一にならず、入り口の方は乾きやすいので、そこだけ硬くなってひびが入ったりします。方向を変え、中の様子を見ながら慎重に乾かします。中がしっとりしているうちはまだ柔らかい粘土状ですので、ある程度しっかりしてからゴムバンドを外します。しばらく乾かすと、水分が飛んだ分だけ膜が縮み、型から少し浮いた状態になります。こうなれば石膏型を外せる頃です。手応えがありすぎるときは乾燥が足りず、中の方で石膏型に張り付いてしまって半分に裂けてしまったりしますので、無理なく外れるようになるまでドライヤーで風を当てます。今回は無事に綺麗な形が取れました。取り出した作品には、石膏の隙間に入り込んだ冷床によってバリができていますので、柔らかいうちにヘラで修正します。ある程度安心感のある硬さになったら、煮込み口をアートナイフで切り取ります。小さなひび割れなどがあっても、この時点では直せます。また面を入れたり、ホタルデのための穴あけもこの柔らかさで行います。ヤスリがけ、素焼きを経て、絵付けや施釉をして本調整して完成となります。私は内側にカラフルな色をつけ、内側だけ透明釉をかけて、外側は無釉薬で仕上げています。陶芸の煮込みについて少しでも分かっていただけたなら光栄です。最後までご視聴いただきありがとうございました。